はい、皆さんこんにちは。今回は類対論、名著と実践的な本ということで、語っていきたいと思います。まあ、このね、類対論にもね、名著と言われる本いろいろあるんですけどね、こう、まあ、名著というのはやはりね、数学としての良い風景を見せてくれる本ということかなと思いますね。例えばこう、数論1、岩波のね、数論1、こう加藤、黒川、斉藤のね、あの本ですよね、であるとか、あと、まあ、ノイ・キルヒの代数的整数論もね、こう、名著と言われる本ですよね。ただ、まあ、そうですね、まあ、数論1だと、例えば、まあ、最後の方にこう、ブラウアー群の話が出てきますね。そこで、まあ、資源数の話がこうね、まあ、類対論とこう繋がってきたりとか、これも独特のね、類対論のこの不可思議さというのがこう見えてくるような内容ですし、まあ、ノイ・キルヒの場合もこうね、数論幾何的な観点からね、こう、まあ、類対論を取り巻くこの世界が述べられているという感じでね、これも、まあ、スキームのことなんかもね、含めて、あと L 関数についても詳しいですし、書かれてますね。まあ、ノイ・キルヒは結構ね、好みは分かれるらしいんですけどね。まあ、類対論の、まあ、部分には結構癖もあって、まあ、例えばこう、まあ、用語であったり、こう、概念の定義の仕方がちょっと他の本とは違ったりとかね、まあ、そういうこともあって、そうですね。まあ、それにまあ、この本は、必ずしも最短距離で証明しようという感じの本ではないですね。まあ、また必ずしもセルフコンテインドとも言い切れないし、まあ、例えば補題の証明に、ね、π の超越性使っていたりとかね、まあ、π の超越性ね、まあ、事実としては有名ですけど、まあ、その証明はね、学部でみんながみんなやるってほどポピュラーとも言い切れないですし、まあ、そこら辺がね、まあ、ちょっと癖がある、まあ、そういう証明が面白いということはあるんですけどね、まあ、そうなるとこう超越数論の本も見ないといけないということでね、まあ、見たら 2,3 ページで書いてあるような内容なんですけども、まあ、ちょっと面倒ではあると、なかなか、まあ、それで証明つながるかというとなかなかつながりにくいかもしれないですね。で、数論1はね、こっちは本当が本当に内容はね、素晴らしいんですけど、やはりこうね、まあ、かなり参照すべき本がたくさんあって、まあ、この本だけではよほど予備知識がないとつながりませんよね。まあ、これはなかなかね、で、まあ、さっきのこの最短距離を目指すという点で言えば、そう歌っている本はあるんですけど、まあ、類対論講義という本ですね、足立三宅ですかね。しかしこの本もね、最短距離目指すとは言ってでもやっぱり行間を見るのがかなり大変な感じだし、やっぱりセルフコンテインドとも言い難いですし、やっぱりこの本でもなかなかね、証明つながらない感じがしますよね。で、ただこの本ね、第2部がこう類対論にまつわるこう数学史の話で、これはなかなか面白い内容ですね。あと、まあ、有名な本として高木定次の代数的整数論ですね。この代数的整数論というタイトルの本はもう本当たくさんあるんですけど、まあ高木定次もね、そういうタイトルの本を出していて、ただまあこの本はね、やっぱり最近の本ほどは整理されていない印象ですよね。まあ昔の本ですのでね、だから類対論を建設しつつある時代のまあ証明ルートといいますかね、その息遣いが見えてくるような本ですね。で、まあ、前半はまあまあセルフコンテンドな感じですけど、中盤あたりからそうでもなくなってくるので、やっぱこの本でもなかなかね、証明つなぐは大変かな、難しいかなって感じですね。で、証明つなぐためのいわば実践的な本としてやっぱりおすすめなのは、川田幸義の代数的整数論、まあ、この本も代数的整数論というタイトルですけど、川田の、代数的整数論ですね。まあ、この本は、まあ、コホモロジーによる証明が書いてあるんですけど、で、コホモロジーね、めんどくさいんですけどね。ただ、これ、避けようとすると余計に面倒なことになるんで、まあ、ここはちょっとね、まあ、コホモロジー、めんどくさいですけど、やっぱりこの本が結局一番つなぎやすいんじゃないかなと。
で、まあ、この本ね、だから数論専攻者の学部レベルの予備知識で大体つながるかなって感じですね。ただまあ、といってもこうディリクレの単数定義とかデデキンとの判別定義とか、まあ、そういったことも含めて、まあ、数論専攻者の学部レベルの予備知識と見るならばそれでつながるっていう、まあ、その上でこの本に読めばつながるっていう感じですね。まあ、だからそうですね、まあ、それで証明がつながるんですけども、ただそこまで、予備知識を仮定されると、まあ、ハードルが高いとするならば、まあ、そのあたりの内容は、同じ川田幸義の数論という本ですね。私が見たのは三分冊になっている時代の本で、まあ、1から3まであるんですけど、その後どうもね、数論という一冊の本にまとめられたらしいんですよね。まあ、ただ私が確認したのは三分冊のものなんですけど、で、まあ、この本で、そういった予備知識は、つながると、単数定義とか判別定義は、まあ、つながりますよ、ね。で、この本 の必要な予備知識はもうガロア理論と学部3年生レベルですので、で、あと、まあ、ちょこちょこね、ここは正しくはこうじゃないかなというような箇所、まあ、ちょこちょこ、まあ、間違いというのが、まあ、まあ、あるんですけども、そこはまあ前後の流れを見て、脳内、修正していけば、なんとか、なると思います。あとね、で、単数定理の証明なんですけども、そこの最後の式ですね、そこの最後の式がちょっと、趣旨が不明瞭と言いますかね、なんでこんな式が出てるのかなっていう式があるんですけど、だからこれに関しては、しかしその一つ前の式からそれまでの議論を用いて定理が証明されますので、まあ、そこはそれでなんとかつながると思います。ただこの本ね、絶版なんですね。で、まあ、地域の図書館で取り寄せられるかなとは思うんですけども、そこで、まあ、もしそこでなければ大学図書館なんかで手続きすれば、まあ、一般の人でも取り寄せられますんで、まあ、なんとかそこで、なるんじゃないかと思います。あとね、不知論の命題については、高木定次の代数的整数論のさっきの本ですね、まあ、この本で大体書いてありますね。で、この本も絶版になっているんですが、まあ、図書館あるいは大学図書館で、まあ、なんとかなるんじゃないかと思います。で、あと、まあ、判別定理ですね、これは分岐する素イデアルが、その分岐するための必要十分な条件とは、判別式を割り切ることであるという、まあ、そういう定理なんですが、まあ、この本に関してはスケッチ程度に説明が書いてあります。ただ、まあ、その説明で必要条件、つまり判別式を割り切るのが必要であるということは頑張ればつながると思います。で、まあ、この本の証明ルートではその必要であることだけで十分ですので、まあ、それで OK ですので、なんとかなると思います。で、あとね、不知の定義はね、結構本によって違うことがあって、でこの本の補題、命題の中で拡大体への不知の延長定義があるんですけど、まあ、この本の定義でそれが成り立っているかどうかちょっと微妙な感じなんですけども、成り立っているのかもしれませんが、ちょっとはっきりしないと。ただそれは条件緩めれば OK ですので、でそれで全体の証明はそれでつながりますので、まあ、それでいいんじゃないかと思います。あとチコノフの定義の無限直積の場合ですね、ただこれも予備知識になっているんですけど、まあ、これはウィキペディアに証明書いてありますので、まあ、そちらを参照すればいいんじゃないかと思います。ということで、川田幸義の代数的整数論ですね。で、まあ、必要ならば川田の数論、あるいは高木の代数的整数論、まあ、これを参照するのが、まあ、実践的なルートじゃないかと思います。で、まあ、このね、コホモロジーによる証明では類対論の深みが十分見えないっていうふうなことはよく言われるんですけど、まあ、それにしてもね、まずね、川田の本で証明をつなげてから、まあ、他の本でおいおいそういったところを補っていけばいいんじゃないかと思いますね。はい。ということで、今回は、B 対論名著と実践的な本ということで語ってきました。まあ、今回の、内容が参考になった方は高評価チャンネル登録とよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。